おはようございます。せーのーで、いただきます。これもしかしてあれ？あれ。もういいの？うん。ちょっと立たなきゃって言ってなかった。もう大丈夫だよ。出てると思うよ。すごい味。それ何回あれには30回って書いてるけど。何に対して30回？それ全部なくなって入れて2回目ってこと？エビと。なんだっけ、タラちゃんのお友達のイクラ。イクラ食べたい。イササカ。イササカ。イササカって何のお魚の種類なの？あるの？イササカさん。イササカさん。エビと。全部あれお魚なんじゃないの？エビも。ママエビも食べたい。ママ。イカとくっついちゃってんだけど。使わないのそれ。ちょうど何にお豆腐とかにも合うって言ってたけど、合うって違うのこれ。醤油でしょ。だって醤油つける、醤油つけるものには全部合うんじゃない。これ手で食べてもいい。しょうがないな。いただきます。どう。ママこれ醤油でね食べた。お味はどうした？寿司が、合わない。なんかちょっと醤油だけを。どう、しょっぱい。違う。どう違う？明らかに違うね。美味しいの？うん。ね、美味しいの？美味しい。なんかこう。これ聞きたい。これ美味しい。サラダ油みたい。え、サラダ油みたい。まだ多分とても濃いんじゃないの今。ちょっとあ、これ何でしょう。なんだオリーブオイルみたい。なんかこうやって食べてた人がいて、それを見てこうするようになったらしいんだけど。へえ。まあ、豆腐に合いそうだよね。全然違うもんね、寿司が。いつも食べてるの。もう寿司食べてるか。これチャーハンいいんじゃない、これ。あ、お。へえ。でも、醤油入れた？いいよ、待って。焦がし醤油、バター、スパゲティとかさ少しだよ聞いてる。ここらね、醤油のバターが欲しいねえ、醤油、これだからほらバーベキューの時、ホタテとかあ、いいよこれ。美味しい。これどっち？ん？どっち？福島、あ、仙台か。オッケー。仙台、うん、泊まったとこだから、福島。あ、福島なの。仙台も行った。仙台かなり行ってるでしょ。もう、うん、行ってるよ。仙台で何知ってるの。なんで知ってるの。何を知ってるの。仙台行くことが知ってる。最初はね、じゃあアンパンマンミュージアム行くかっていう話だったの。えっていう話だった。おもり、ん、大盛り。あなたの大盛りと私の大盛り違う、違うでしょ。そうだった。だからグラムで言えばいいんだよ。120グラムにして。どうぞ。ちょっと足りないね。もう分かった。あ、いい。あと20グラム後から。なんだ。これ美味しいよ、本当に。これ何が合う？お魚と、ホタテと多かったとこ。それで、アジサイ缶でも買うしさ。で、おじさんが妖怪ウォッチだっけの話したんだっけ、何だっけ。合うな、合うな。合うか。新町。あー、新町の話。朝、朝。朝、朝顔。朝顔？朝顔知ってるの？うん。
だって紫陽花と朝顔。あ、スーパーの名前がね。あ、まあ。あ、スーパーと同じだ。スーパーマリオ。おお。それが健康なんだ。マー君のマット、リノのリ、音のオ、マーリオ。マチコ。マミナマチコのマリオ。マリオ。じゃあ。ママリオじゃん。これも食べる？オリマ。オリマじゃないか。じゃあマー君の言った理由の言った音のと合わせとゆーりーかーこれ逆だとどうなるの？ゆーりーって関係ない。あ、これゆーれちゃった。いや、これ本当に美味しそうだね。リノかけてないでしょ、これ美味しいの？美味しいよ。もうサーモンにかけてから。これこれで食べる。うん。ちょっと変わって。あくんサーモン食べたい。もうちょっともうちょっとかけて。え？うん。あくんサーモン食べたいの。折れた。今度ね。あ、タコ買いたい。うなぎする。え？うなぎする。また入った。あんま味感じない。鼻詰まってんじゃないの？チキン好きね。ちょっとそれ塩と。あ、納豆に合うんじゃない？合うね。全然納豆食べてないね。全然違う、これ。もう寿司の味も変わっちゃうもん。うん。おた味のり好き。ん？何だっけ、味のりって。これ。ん？これ味のりだよ。ああ、青のりじゃない？青味のりじゃない？味のりって、味のりってのりでしょ？うん。出るねって言ったの。どうしてそうゲップ出るの？間違いない。クルキも食べてるから。毎日そのくだりやめてくれるかな。空気も食べてるのかなって毎日さやらないでくれる。一回でいいんだよね。そんなに喋ってた。毎回喋ってた。だって後考えられるよね。空気も食べてるで終わりでいいでしょ。毎回空気も食べてるかなって毎回なんて言うのかな。だってもう逆ってないよ。疑問でしかない。教えてないことを覚えてる方が多いでしょ。教えて覚えてる、ね、うん、そうだよね。シャク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 かき氷。たこ焼きはこうやって食べるんだよって。おいしくて甘いかき氷。シャク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 かき氷。はい。なんだっけそれ。あのやつ。ノンタン。うん、ノンタンだ。シャク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 かき氷。ノンタンとさ、しまじるってさ。かき氷。ごちゃ混ぜよね。シャク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 かき氷。ノンタンと？しまじる。どっちのあれどっちだろうって思うんだよ。ないね。じゃあ音に問題。しまじろうの音。何それ、サーモン題です。そうそう。しまじで答えればだめだよ。しまじろうのお友達の名前を。ええ。うん、まあ大二郎です。あのさ、あんたあのさね、耳。三村。なんだ。ミミリ。あとは。ニャッキ。あとは。いやいや、私の。トリッペ。じゃあ音に問題。ノンタンの友達は。うーん。音タンでしょ。あのさ。あ、わかった。ノンタン。ノンタンって動物だっけ？ね。
猫、猫のんたん分かった。ここのんたんのたぬき、角？ねえねえ、のんたんのたぬき、のんたんってなんだって、ビジュアルが出てこない。白い猫、猫、うん、猫、うん、猫もちょっと、あのね、かき氷ね、食べたらベスト、あのね、食べたね、かき氷ね、ベーってしたらね、赤い、緑と赤になるんだけど、うん、ポッカーン、ポッカーン、プッシャーじゃなかった？マー君、いつの間にかあのねえはなくなったでしょ。ハオー、うん、で、のんたんの友達は高校口で食べてた石、石炭一つ言っていい、炭つかないか